おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、企業は人なりと言いますけども、現在ですね、いろんな企業で、会議などのオンライン化が進められております。まあ、その中でもね、未だにうちの会社はオンラインしないよみたいにね、ご不満を感じてらっしゃる方がいると思います。でもね、その考えはもうすでに古いんですよ。オンライン化ってのは別にね、経営者が言い出さなくても社長が作りましたよっていうのを待っててはいけないんですよ。会社は人なりですから、誰から始めてもいいんですよ。まさにですね、一社員、一バイトがオンラインの仕組みを会社に持ち込んでもいいわけなんですよね。具体的な例をお話します。実はこの1年、私の速稼塾の塾生さんでも会社をオンライン化にする、そのね、元を作った方がいます。どういうことかというと、その方は新入社員でした。新入社員でこの難しい時期に入社されて、でコロナ禍でね、なかなか会社の研修が中止になって、自分の育成がなされてないと感じたんですよね。まあ、それで私の速稼塾のコミュニティの方に相談いただきました。で、私がね、答えたのは、まずあなたは同期の、新入社員同期の LINE グループを作りなさいと。そこでやり取りをしながら、できればね、直属の上司とか先輩、仲のいい人、そういった会社内の人ともその LINE グループにつながって招待してくださいというふうにしたんですよ。そうするとね、1年間で11人のグループができたんですよ。大企業じゃないですからね、11人のグループで、それは入社3年目までの人が大体入ってるそうなんですよ。で、その LINE グループをもとに経営陣の方にね、お話したそうです。私は新入社員ですけども、今ね、新入社員と新入社員を自己育成するために、先輩社員に指導いただくための LINE グループ作ってます。これを会社の LINE グループとして、会社の指示をこの中から出していただけませんか。ここから企業のこれからの見通しとか、それからね、予算概要とか、場合によっては経営方針発表会の、まあ、その小さいやつをね、この中でやってみませんかというふうに提案したらしいんですよ。で、これが実現したんですよね。実現して、まさに今日から運用スタートだそうなんですよ。LINE グループの参加者一気に65人になったそうです。65人と言いますと、その会社の社員の数の8割です。もうですね、主軸は1年にしてオンラインになったわけですよ。そしてその新入社員は今度2年目になるわけですけども、今日を境にですね、オンライン化部長になったんですよ。もちろん給料はぐっと上がりました。プラス25万だそうです。新入社員の時に20万弱の給料だったものが一気に40万近くなったということで、まあ、あのかなりのね、コスト削減と、いわゆる上位下達がものすごくね、会社と経営陣も苦慮してたらしいんですよ。会議をしようにもできないと。取引先様を呼んでね、いろんな経営方針を発表したい、取引先様との関係をお話したいと思ったけどできなかった。取引先の銀行、こういったものの意向も社員に伝えたかったんだけどできなかった。でも、あ、なんだ、そんな LINE グループがあるんだったら、ぜひ会社を入れてくださいよみたいな感じでマッチングしたらしいんですよ。さあ、いかがでしょうか。この例は決してどっかにあるたまたまの例ではありません。あなたの会社でもできることだと思います。そして私も会社の経営者です。社員を使っていた時期もあります。今は全く社員いませんけどもね、会社の社員としては、社長としてはですね、経営者としては、社員の方から社長こんなことやりましょうっていうふうに提案があることほど嬉しいことはないんですよ。それが今まで社長が考えて考えて考え抜いた枠のことであっても、いわゆる常識外れのことでも、これをやらせてくださいって言われることがどんなに心強いかね。もちろん却下になることもあります。でもそれにめげずにアイデアを出す人はどんどんアイデアを出して、しかもアイデアを出す人っていうのはもう行動してるんですよね。で、そういった新しい社員、指示待ちじゃない社員、会社がやってくれたらそれに対してやる、批判する、こういうことではなくってね、まずは自分がこの会社の一員である、まさに経営権を握っているというぐらいの意識で入社されてくると、本当にその会社は生き延びるんだろうなと思いました。いないいない、バイバーイなんでしょうね、あれはね。ということで本日はね、オンライン化を望む企業にお勤めの方、あなたがオンライン化のスタートになってもいいわけなんですよ。決して他人任せにせずに、指示を待つことなく、この社会を自分で動かしてるんだという、そういう意識でね、やっていければいいんじゃないかなと思います。はばかりながら、私も麻雀店のオーナーだった頃はそんなことつゆほども思いませんでしたけども、インターネットのビジネスを始めて速稼塾を開始した時に、広島のインターネットビジネス環境を俺が握ってるんだというね、そんなつもりで今に至ります。ちょっとね、大げさな業でもありますし、偉そうではあると思いますけども、きっとそういう思いで私のところに来てくださる方もいるというところで、私自身も、自分がね、この業界の重鎮であるという意識を持ってもいいんではないかなと今は思っております。それでは、いってらっしゃい。